氷氷。氷氷氷。氷氷。氷氷氷。氷氷。何なんだろうね。この建物一体書いてますね。ちょっと聞いてみようかな。アイスクリーム関係あるのかな。ちょっと聞いてみよう。ごめんください。ごめんください。ダメだ。おられませんね。車あるんだけど。何なんだろうね。アイスクリームって書いてあったから、やっぱりかき氷とかそういう意味かな。氷売ってますよみたいな。ちょっとばあさんに聞いてみます。あ、すいません、すいません、あの隣の家になんか氷って文字が書いてるんですけど、はい、あれって何なんですか。ここでしょ。はい、あの家、はい、なんか、はい、あのなんていうか、それ死なした時のアイスじゃなくて、なんか入れないでしょ。アイス。それって普通、はい、おろし屋さんです。ああ、牛乳の。あれ氷っていうのは、あ、そうです、牛乳屋さん。あ、そういうことだ。あの氷でも、はい、アイスクリームとか、はい、牛乳とかおろし屋さん、ヨーグルトとか。ああ、それで氷って書いてある。あ、氷っていうとは夏にほら、あ、かき氷じゃなくて、あ、かき氷じゃなくてあのやっぱ夏の初盆のとやらなんやらは、あのこっちはあの墓に、家にも大きな後に氷は入れて、あ、ジュースやら、なるほど、なんやら、つけてるでしょ。氷屋さんってことね。氷屋さんもある、あるわけ。ああ。あれ、どこのあるんですね。ないかなと思って。どこの。氷でも書いちゃって。ああ。なんか今日はね、それもの問題の食なんかなと思いながら。私もわかりました。すいません。ありがとうございます。氷屋さん。もうやってたって感じですかね。氷屋さんだ。牛乳屋さんと。氷屋さんね。はい。